明日も広く真夏の暑さとなりそうですね。そうなんですよ。各地で、ね、熱中症危険レベルということになりそうなんですよね、はい、でまず、ね、その要因天気図をご覧いただきましょうか、これ今日の天気図なんですけれども、今日もですね、東の方から大きく高気圧が張り出しておりました。これ夏の天気をもたらす太平洋高気圧でして、今日も東京の都心猛暑日になるなど各地で、ね、暑さかなり厳しくなりました、はい、で一方明日の予想天気図はこちらです。天気図ほとんど変わらないんですね。で東の方からやはり太平洋高気圧が本州付近を覆います、まあ、高気圧の縁に当たります北海道ですとか西日本はあちこちで雨の降る可能性はあるんですけども、湿った空気として流れ込むことで体感も、ね、かなり蒸し暑い、まあ、そういった傾向になりそうなんですね、はい、でまとめて見てみますと、これ天気アイコンと予想気温なんですけれども、全国的に見てもこの晴れるエリアが多く、特に東京名古屋が35度と猛暑日予想になっています、はい、また北日本も真夏日のところが多いんですけれども、さっきの通り、ね、高気圧周りの湿った空気が入ってくることで明日の熱中症の危険度を見てみますと、これ全国でもう危険レベルなんですね、はい、札幌も明日は湿度が高い上に真夏日ですので、屋外での、まあ、作業運動等、これ長い時間やられるような場合は、ね、もうちょっと、まあ、やめていただくような、やるなら、ね、もうこまめに休憩を取るような、熱中症には本当に警戒をしていただきたいと思います、はい、まあ、その他西日本東日本南西諸島は相変わらずの暑さですからね、こちらも暑さ対策引き続き必須となりそうです、はい、最新の気温の情報についてもアプリウェザーニュースから詳しくご確認ください。